統的な大自然っていうのに憧れましたね。今年の6月から、縁があってここの小屋に来ることになりました。29歳の時に北海道の旅行に来まして、当時はちょっと北海道の野鳥をね見に来てたんです。途中で双眼鏡を忘れたことに気がついて、自然センターの方にね誰か届けてくれたかなと思って自然センターに寄ったんですね。お客さんのいない夜だったんですけども、前管理人さんと2人で夜食事を食べている時に、古い小屋を新しく建て直そうという話を聞いて、まあ、それをまあちょっと手伝うことになって、自信も何もない人間だったんですけども、まあ、結果としてこれだけの小屋2人で作れたっていうのは本当にすごく自分にとって自信になりましたね。当時建設を手伝って、本当に生きる糧になったっていうのもあるし、25年経って小屋の親父がちょっと高齢になりまして、お前やってくれないかという話になって、私自身もやっぱりこの小屋に少しは思い入れもありましたので、全然知らない人が来て管理人っていうのをねやるっていうのも良かったのかもしれないけど、ちょっと私はそれは自分の中では許せない部分があったので、一大決心して来ました。どうせ最後にどっかで一回死んじゃうんだったらね、まあ大きな自然の中、自然を見て、見た後にあの世に行きたいなと。